止め。何何何だ。決まったよ。決まったぞ。なんだ急に。嬉しいね。やったね。幸せだね今。いや超嬉しい。やったー。ということで新しい家が決まりました。やったー。長かったねー。長かった。だってすごい前だよ。家選び失敗しましたみたいな動画出したじゃん。うん、あれがもう本当にすごい前。その時からもう引っ越したい気持ちはあったわけじゃん、うちら。そう、うん。うちらは場所にこだわりがあるわけじゃないというか、うん、会社に通ってるわけじゃないから、うん、まあ言うなれば日本全国どこでもいいわけじゃん。その場所は海外でも。そう、海外でもいいわけじゃん。家を探すのがすごい難しくて逆に。うんうん、いい家であればあるほどいいからさ。そう。感じですごい難航してたんだよね。うん、家探しするのってさ、1ヶ月前ぐらいからみたいなってよく言うじゃん。うちら、その動画出してからずーっとスーも見てたもんね。ずーっと見てた。なんか日課になってる時期とかあったよね。だって今日の新着物件。そう。スーも見て、アットホーム見てみたいなね。もういろんなの入れて。そう。やってた結果、やっとね、決まりました。はい、嬉しい。で、しかもさ、ちょうどここが2年なんだよね。そう。この家が。うん、ちょうど更新しないタイミングで。そう、うん、切れるタイミングで引っ越すことができた。びっくりじゃない、この家がもう2年経つってね。あっという間すぎたこの2年、うん、前出した動画でさ、うん、田舎に行くかもみたいな、ね、うんうんうん、ちょっと地方行ってもいいんじゃないかみたいな話をしてたと思うんですけど、うん、実際どうなったのって、うん、結構聞かれるよねみんなに、うん、みんながすごい、うん、この駅いいよみたいなのをすごい送ってくれて、ね、それですごい知られてて、言われた通り、うん、調べてた、ね、しかもさ、あの動画のコメントがすごい量だったんだよ。地方のメリット、デメリット、うんうんうん、都心にいるメリット、デメリット、うんうん、勉強になった。そう、勉強になった、すごい、ありがとうございました。ありがとうございます。で、その期間でね、僕たちもすごい考えて、うん、で、結局どっちにしたかっていうと、うん、地方はやめといて、うん、関東圏内っていう感じにしました、うん、はい。結局ね、うん、それがちょうどいいんじゃないかっていう結論になったんだよね。そう、うん、まあやっぱり、まあ、コメントを見ても思ったりしたけど、うん、働けるうちに働いとかないとダメだなっていうね、うん、仕事のさ、その速さ的なのがどうしても直接会ってやんなきゃいけないこととかもあるから、うんうん、1日使うことになっちゃうもんね。そう、うん、1日どころかじゃない、2日とかいる可能性もあるから、ね、宿泊しないといけない。そう、まあ、それを考えたら、うん、まあまだ、ね、じゃないかなっていう。そう、結構さ、うん、なんかここの家に引っ越した時は全然将来とかを見据えてなくて、うん、そうね、ただその一個前の家が嫌で逃げ出したくて引っ越してきたの。そうけど次の家はすごい考えた、うん、そうね、うん、将来をなんかいろいろ見据えて選んだから、うん、だからある意味あの時期に悩み始めたことですごい長く考えられて、うんうん、確かにそうだね、よかったと思う、うん、もうすごいいろんな結論が出たから、ね、途中でやっぱ田舎かみたいなって完全に思ってる時期もあったし、うん、いややっぱ完全に都心にいた方がみたいな、うん、そう、いいんじゃないかとか思った時期もあって、ね、あとトモヤの実家がいいんじゃないか、サーの実家がいいんじゃないかとかも、なんかぶっ飛んで沖縄とかもいいんじゃないかとか、うん、ちなみに実際さ、ちょっと本気で海外も考えてる、ね、考えたマジで考えた、海外も。じゃあさ、海外を辞めた理由か教えてよ。海外辞めた理由は日本食が恋しいからいや気づいたんだって、食べ物がやっぱ大事だと思ってた、うん、そうなんだよね。そうだから、うん、その一時的な憧れは、うん、一時的な憧れなだけだからね。そうだよね、うん、長く旅行行けばいいんじゃねって。そうだからね、結論になった。そう、住まなくてもいいからね。そう、それができるように頑張りたいなって思ったよね、うん、そうだね。まあわかんない、今はそうやって言ってるだけで、うん、そんな意見って変わっていくから、考え方、まあそうだね、だからもしかして来年急になんか移住することになりましたって言って、なんかエッフェル塔とかを背景にやってるかもしれない。かっこよ。だってありえるよ。ありえるね、そうだね、うん、もしかしたらそうなるかもしれないね。まあ、無事ね、うん、今のうちらが出し得る最高の、ね、答えをね、答えを出せたからね、うん、よかったね。よかった。審査とかもめっちゃさ、うん、たまたま休みとかぶっちゃって長くてさ、ね、ずっと緊張してたんだよ ね、うん、ね、会社員の人ってまあ基本多分審査通ると思うんだよ、うん、普通は、うん、けどやっぱうちらは通りづらい、うんうん、
と思うから、うん、そこが緊張したよね。審査通るか通らないか。そう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 、毎回そうだけど、うん、そうだから僕たちは今すごい嬉しいんです。嬉しいんです。ハッピー。まあでも引っ越すのはまだ結構先なんだよね、うん、もうちょっと先だから、まあその時に近くなったらまた引っ越しに関する動画いっぱい出そうと思ってるし、うんうん、なんか決め手とかね。そうだね。そういう話はまあその時にまとめてしようと思ってるんだけど、うん、今はとりあえずハッピーハッピーですっていう。ご報告ですと。ご報告。いや気にしてくれてる人もすごい多かったと思うからさ、うんね、でまあゴールデンウィークちょっと休んでたんですけど、うん、動画を、うん、実際その審査が行われてる最中だったんだよね。そうそうそう、うん、もうそれが気になって気になって夢にも見たもん。ずっとメールをね、こう昔みたいなメールを、メール問い合わせ、ね、問い合わせみたいなしてる感じでね、うん、しつつ、ね、ゆっくり休んでたよね、うん、ゴールデンウィーク楽しかったね。楽しかった、すごい。なんかどこにも行ってないんだけどそう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 。ほんとスーパー以外どこにも行ってなくて、うん、基本公園にいたんだよね。そう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 。公園でずっとゆっくり過ごしてた、うん、そう、ずっと公園でぼーっとしてて、うん、それでそれがすごい楽しくて、うん、キャンプ用の椅子とかブルーシートとか持ってそれを広げて、そうでもとね、2人で本読んだり漫画読んだり、これはいいなと思ってさそうだから今はやることとかやりたいこといっぱいあるけど、うんうん、将来的にああいう時間の過ごし方をしたいなって思ったんですよ、うん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 、確かに。だから希望としては、今の希望としては将来的に年取ったら、うん、ある程度の田舎っていうのもあれだけど緑がいっぱいなところでに住みたいなって思う。あー、なるほどね。でゴールデンウィークにちょっと休まなきゃいけなかった理由もあって、うん、そうなんだよ。そう、本当に審査気になってたし家のね、いろいろあったから、それはそれでまあ一個の理由なんだけど、ちょっと別に2個があって、そうそうそう、個人個人でね。でまず1個が川の方が物笑いになっちゃったの、うん、でなんかここボヨンって何回目動画始めて何回目本当だよ。でも本当にこう腫れちゃってさ、しかもなんか今回のやばかったんだよね。そう、なんかキモいのが出てきて、白いなんか出来物みたいなのがブニョンって出てきてね、川の視界に入るぐらいのなんかあるなみたいな、うん、しかもさ、その、うん、なんかいつもと物もらいの様子違うなと思って調べてみたらさ、そうそうそう、これは手術が必要ですみたいなの出てきてさ、出てきてさ、完全に一緒なんだけどって思って、ね、まあ、結局大丈夫だったんだけど、うんうんうん、勝手にね、亡くなったんですよね、うん、それがまあ一個、うん、それで僕が、うん、あの初めてのぎっくり首になった別に病院に行ったわけじゃないから、うん、本当にそれか分かんないんだけど、うん、まあ、おそらくこういうもんだろうっていう感じなんだけど、うん、あんな痛いんだね。やばかったよ。なんかすごい騒いでたもんね、うん、今やっと首がこっちに動かせるようになったって感じなんだけど、うん、朝起きた瞬間、うん、こう寝てて、うん、もうさあ大きいよ、うっってこうやったらピリーってなっちゃって、うん、でもなんか動かせないの。あ、動かせなかった。そうだよ。で動かせなくて、うん、でずっと痛って痛ってって言ってんのに、カホずっと大丈夫って言ったじゃん。そう、それで痛い痛いしばらく言ってたら、うん、大丈夫出てきてやばい、首がやばいよ、やばいって言ってんのにどうすればいいで、口だけ口だけどうにかしようとしてんの。どうすればいい。ただってぎっくり首だったのかもしんないよ。違う、絶対違う、口しか動かなかった、眠いだけだろしばらくもうさ、もう寝てることしかできなくて、痛くて、うん、そうなんだ。そうなのに、カホはどうすればいい、うん、心配してるて、それですぐ寝る痛そばから、そんな大変だと思わなかった痛すぎて、だから公園で首痛がりながら本読んでたんだけど、まあ、全然さ、トマが笑ってくれなくてさ、うん、その間大きい声で笑うとここが痛いって言って、そう、痛いんだよ、すごい、なんかすごい無口でちょっと無口だったよね、無口だった、あんま笑わなかったってか、そうそうそう、カホがちょっとボケをやってもさなんか小笑いって感じでさうんうんそういう感じだった ね、ゴールデンウィーク、そういう感じのゴールデンウィークを過ごしてました。何もしないに徹した、うん、ね、できないんだもん、だってなんか家ずっと気になっちゃってさ、うん、もうダメだったよね。ダメだった、うん、それ以外の会話してない、うん、してない。パホ、メール来た
来てない無事次の家が決まりましたというご報告でした。そうですね。でも引っ越しの前にコラボカフェのイベントとコラボカフェそのものがあるから、まずはそこにこういう感じで今もそこをやってで引っ越して引っ越して、うん、夏を迎えるから、うんうん、だから、うん、まあもうちょっとしたら、うん、新しい家編が始まるので。そうだね、ここで撮るのも本当に数えるぐらいかもしれない、ねね、うん、いやたくさん動画撮ろう。だからそちらの方もぜひ皆さんお楽しみにしていてください、はい、楽しみに。あ、なんかもし引っ越しのこういう動画見たいとか、ね、うん、あそうだね、気になるところあったら、うん、できるだけ動画にしたいと思うんで、うん、よかったらコメントとかで教えてください、うん、はい、そんな感じの近況報告的な、うん、動画でした、ね、はい、それでは今日はこの辺で、めでたしめでたし。